スタジオでジャズメンと楽しそうにリハーサルをする女性。名前は綾戸知恵。幼い頃、神戸の教会で聞いたゴスペル。映画館の暗闇の蒼天燃色のハリウッド映画。家で流れていた父の趣味のジャズ。そして当然のように高校を卒業してロサンゼルスに。80年代ニューヨークに移住して改めてジャズとゴスペルの洗礼を受けた。91年長男イサと帰国、ボーカル教室を開きながら栄養士の資格を取り、中学の給食室に就職し生計を立てていた。好きなジャズは顔なじみのライブハウスで歌う。そうしているうちにチャンスが訪れた。98年、40歳を間近にして新人ジャズボーカリストとして CD デビューした。綾戸知恵のライブパフォーマンスは面白い。エネルギッシュな歌と爆笑さえ生むトーク。何よりも元気が出る。その評判を聞きつけてか、今や年間100回を超える全国のライブハウスのステージは連日のように満員御礼を重ねている。
One love bridge that I have kept round in the state. Green dolphins ring so bright on the surface. Sail before the high, may you forget to hear. There's a moment of fun. Memories, baby, my heart. Oh, 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 oh,
で。皆さん、こんばんは。いや、今日は CX、かっこよろしね、目の前には。なんとなく、つぶらや映画を思い出すようなカメラが目の前にありますが、嬉しくなります。私はとにかく見られているという行動で、体中のアドレナリンが踊り出すという新しい体質をしておりますが、メンバー紹介は後に置きまして、もう一曲、遅すぎたデビューのあの綾戸がこんな歌を歌うの、はい、大好きなスティービー・ワンダーのナンバーで Isn't She Lovely。私の友達、今日は全員友達という感じです、私一人で平均年齢を下げているような気持ちもしませんでもないですが、今日どういうわけか偶然に心がぴったり合ったのか、彼とツートンカラーで会ってしまいまして、ドラムは昨日必死で友達と絵を描いたという、素敵なドラムになりました。大好きなドラマーです、江藤義人。レッド&ブラック最高ですね、はい、イエー、答えるな、そうしまして、ちょっと後ろ見てみ、今日はこれが見せたかったのでなんと裏の七ちりめんなんとか模様じゃないですけど、背中に、非常に、模様があります。大好きなベーシストで、酔いますと私は彼の耳を舐めてしまうという、非常な病気があるんですが、それぐらい素敵なベーシストです、杉本智和さんです。こういうのをカメレオンカラーというんでしょうか、ピアノが黒いのでシャツまで黒にしておりますが、音ではかなり目立っております。私のこの仲間の間では一番エッジ度が高いんではないかと思うんですが譲り合いしてますね、でもそんな音が大好きです、ピアノ今泉正明。そうしまして、ちょっと上着大きいんか今こういうのが流行りだそうでございます、彼がこのスラッシュのリーダーです。私とは随分前にアマチュアバンドの時に岡山かどっかで見てるのよね、よかったね、何も関係なくて、清い関係でございます、大好きな大好きなサックスプレイヤー多田誠二。お、長いな長いな。ではですね、皆さんリラックスしてください。すごくなんかこうスタジオっていう感じがしますが、そんなこと思わんと、
なんかライブハウスと思ってイエーイもう足崩してください、なんか肩になってますよ、イエーイ行けーいう感じでいつもの通り、リラックスして聴いてください。ではですね、次に大好きなデューク・エリングトンというおじちゃんがいるんですが、ワシングトングでホングコングと会ったという、違うか、キングコングやったっけ、何でもいいわ、普段と変わりません、そのおじちゃんの歌で、最近どうしたんよ、私にえら扱い悪いやないの、なんかあんの、よそになんかできたんちゃうという歌なんです。 I got a bad in got a good って聞いてください。Sweet and gentle, that way you should. I got a bad ended angle. Yeah, you're right. You don't love me.You know my heart is so sentimental. I see. Oh, I got it bad. Oh, I got it bad. Ain't got good. When the weekAs a fly, Monday rolls around. I end up like I set out my heart and out. Ah, you makes me just cry.Don't love me like I love you. I can't pray that way you should. I got a bad and got a goal. Come on.Like a step out, you know I just cry my heart out. Yes, you don't love me. You never love me like I love you. The way you should. I got a butAin't got
and good.ミュージシャンって怖いですね。いろんなことをします。リハーサルではあんな風になかったのに、まるで人生みたいですね。毎回同じことしてるようで全然同じことができない。その時の気持ちって一回きりなんですよね。私は音楽をしていて一番楽しいのは自分の表現が正直にできること。一番歌ってる時が I love youって言えるんですね。普段そんなことこそぼうてこそぼうて余裕はのですけども、メロディーがあったりリズムがあると I can't live without you とか言えるんですね。誰でもいいからしっかり言わしてんかいう感じの気持ちでいっぱいです。綾戸さんの今のスケジュールはむちゃくちゃでしょう。ほんまやね。ねえ、事務所殺す気かしら。いや本当にね、綾戸さんの、ね、ステージこう見ようと思ってスケジュールバーッと見たらもう日本全国、東京方面も数日わっとこう凝縮してあるけど、またどっか行っちゃうんですね。なんかね、やっぱり来てっていう声に応えちゃうんですよ、うん、会社も私も。でもそれにしても何百っていう単位で何百箇所って回ってるでしょ今、うわ、じゃあ今日やったところでその日に移動できるところは移動しようっていう。そうですね。でコンスタントにうまくね、こう一巡に取れるといいんだけど、やっぱりいろいろな開催するコンサート上の都合もあるし、季節もあるし、だからこうジグザグに行く時もありますね。そうですか。これ実は何年前からこういうことになってたんですか、ライブのスケジュールのぎっしりは。ちょうど1年になるとこです。あ、やっぱりあれですか、四十になって CD2 枚出してブレイクして、はい、そっからの状況なんですか。はい、そこから体がブロークしたんです。うわお。じゃあ綾戸さんその前は、うん、こんなにぎっしりじゃなかったんですか。いいえ、な、歌ってないですよ。虫干し程度ですよ。そうですか。はい、普通のおばちゃん。じゃあ本当にここに来て四十の声聞いてから。はい、そうです。いきなりこんなになっちゃったんですか。そうです。ちょうど去年の6月にアルバム出したでしょ。ええ、うん、だからその準備したのが4月にレコーディングしたから、はい、5月6月ぐらいからかな、うわーっとなりだしたのは。じゃあもうこの1年はむっちゃくちゃですね。もう天変地異っていうのをどういうのなんかもうひっくり返ったみたい。うん、普通はそういうのって、まあ、歌手の世界だと14、はい、5、6ぐらいから。ああ、そうですね、そういうの経験して、昔でもピンクレディとか、もうね、なんかいつ寝たのか起きたのか覚えてませんとかいうのをね、10代の半ば過ぎぐらいで経験するんですが、綾戸さん40で経験するってあんまり世の中聞きませんね。きついですね、うん、いやでも本当に別にこういう風にやっていこうとか思ってなかったんで、ええ、急に降ってはいたらちょっとおかしいけど、ええ、歌わないってその一言でこうなっちゃったんです。はあ、またレコード入れてみない、ええっていう一言で。うわ、うん、でもレコードは自費出版では出してましたでしょ。あ、それはね、私は、歌手を目指して出したんではなく、このアルバムにも今映ってたんですけども、息子に、うん、何か残したかった。人間って何か残したいでしょ、誰かに、それでアルバムを残したかった。そうするとまあ私の得意は歌だな、ピアノかな、それを子供に大きくなった時に何か残してやろう、だからアルバムにちょっとでもいつもずっと子供の顔を載せたりして記念ですね。じゃあ最初の自主出版のアルバムってのは何年前なんですか。うん、もう4年5年ぐらいになるんじゃないかな。そうですか、うん、それと今回立て続けに3枚出たって出方も全然違うでしょ。はい、もう全然違いますよ。だって発注した数がだいたい2000枚ぐらいしか、当時は。はい、でも2000枚でも個人で自分ででしょ。お金も自分で。そうです。作るのも自分で、はい、人集めも自分で、はい、んなもんと今こう一つのシステムに乗っかって出すのはもうありがたいですね。今もうびっくり、なんでこんなに私できるの、こんなにたくさんっていう。
はいはい、まあアルバムの名前から、デザインから、で国際電話して、いくら1泊1ドル何本何何とか言ってやって自分でね出したんですよね。元が取れればいいっていう計算で出したんです。枚数はでそれは結局何枚出て2000枚出て、はい、それ全部売り切った、はい、うわーすごい。じゃあ元は取れた、はい、いくらかかったんですか。税務署見てんじゃない、うん、でもそんなにたくさんかからない。今みんな作るからよく知ってると思うけど、100万仕事ちょっとぐらい、300も400万もかかんない、200万までだったと思うな。100万あそうですか、はい、でもそれだって売るっつったってレコード屋さんのルートに乗るわけじゃないですから、いわゆる手売りってやつですか。そうです。どう手売りでそんなに、うん、だから月に、まあ、1回2回歌いに行ったり、私はあのライブハウスだけじゃなしに学校とか病院とかにも行ってたんで、で本当の口コミ、でも今も口コミに近いよななんて思うんだけど、いやそうでもないと思うんですけど、うん、しかしアウドさんのね今日のコンサートもそうですけども、はい、あの前行ったライブもそうですが、うん、お客さんの層って本当広いですね、うん、それ嬉しいですね。老若にゃんにょ、うん、老若本当に言えないんですよ老若にゃんにょ、ね、うん、本当に老若男女ですね。あ、うん、心の中にある年齢は同じなのかもしれない、皆さん子供みたいな方、もしかしたら外は何、ね、こう肉体は何歳ってみんな違うと思うんだけど、高校生みたいなの私の隣にいましたしね、その向こうには65、6、7の人もいましたしね、はい、多分心がみんな同じ年齢なんじゃないですか、かもしれない、分かんないね、うん、でもみんなひょっとしたら綾戸知恵私が最初に発見した人だって思ってくれてるような気がしますよね。そうですか、そういう自負がみんなあると思うんですけど、あ、はい、しかしまあ本当にあのブレイクする実感っていうのですか、四十になって大器晩成あんまり嫌かもしれませんが、ね、いや嫌じゃないですよ、なんかブレイクしたっていう瞬間はいつ感じました。来た、わかんないんだけどね、ちょうど1ヶ月、まあ、ちょっと足らず前に、北海道に行った時に、なんかこうワッペンつけたおじさんが、あ、綾戸さん来ますから来ますからってお客さんを押さえた時かな、あ、警備員が、あ、やったって、押さないでください押さないでください、うん、私は思わず、あの、私は宇多田ヒカルではありませんって言ったのを覚えてるんだけどあ、うん、でも、うん、でもあの時はやっぱり、あ、ちょっとは人気出てるのかな。それまで実感なかったんですか、つい数ヶ月前まで。ないですよ。いや、自分は無名の普通のおばさんで、歌はまあまあ歌ってて、友達が歌好きで来てくれるってそんな感覚でしかなかった。あの歌手になるってことはある種の野心と言いますかね、はい、例えば一発当てて大金持ちになるんだとかそういうのはあんまなかったんですか。あんまりどころか未だにちょっと湧いてこないんだけど、わかんないんですけど。そうですか、うん、でも儲けられるんですか。いやそれはもう裏に入った話、宇多田ヒカル700億だっつってますようわー、ちょっと私ちょっとそこに奥いう感じだけど、私は奥は奥でもねえ、うん、わかんない。でもね、受けてどうするいやいやいや、うん、だってね、あの歌ったのはもう本当幼い頃から歌ってるわけでしょ。ずっとね歌ってますよね、うん、教科音楽なんか、はい、もういくつの時からですか。それはもう3つから幼稚園行ってたから、うん、となればその頃は例えば同級生で言えばよくわかんないけど森昌子か山口百恵かそのあたりですか、同じような世代そうですね、キャンディーズとかいいですね、じゃないんですか、その世代で言うと、はい、そんなもんですね。バカバカね、こっちも歌好き、カーペンターズとかね、あーですよね、同じような歌聞いて、で向こうも歌好き、こっちも歌好き、はい、で向こうは高3トリオ、中3トリオか、中でバーッと出てきて、バスンバスンなんかね、雑誌にもっていう、ね、その時なんか、なんか変なライバル、いや何もなかったし、あれはあれだと思ってたから、私はもうその頃から MGM のアメリカの映画見て、もう真似してシンゲネンドリーとかやって、親子で楽しく、もう家の中ホームパーティー毎日って感じで。そうですか。例えばスタタンとかね、当時で言うと、いやな、そういうの、そういうんじゃなかった。なかったです。タレントスカウトキャラバンとかそういう方向はゼロ。全然なかったです。どうして聖歌隊だったんですかね。ねえ、うん、私も聞きたい、でもたまさかでも父がああいうその横文字音楽好きで、うん、やっぱりまだ言ってる頃から、そういう音楽ばっかり聴いてたから、うん、やっぱ影響を受けたのかな。あまり日本の歌にも興味なかったし、あ、うん、なるほどね、はい、売れてとかは全然なかったって言っていいぐらいですね。でもそれがなかったからこそ今一番やりたいことが
まあ、この年でって言うと怒られちゃうけど、うん、できたんじゃないんですかね、はい、どうでしょう。なんかチャンスを与えていただいたんで、うん、ただコンサートに何回か出てたんですよね、うん、アメリカにいる時の友達とかがこっちでプロのミュージシャンしてるから呼ばれて、ええ、来ない、ドレスもしぼししようかなってな感じで、ええ、まあ、サマーフェスティバルとかに出てて、ええ、でその時にいいねなんて言われたのがきっかけで、私はもうどうですかありがとうですとか言ってはあんまりいないんですか、全然に近いぐらいしてなかったですね。へー、なんかタレント名鑑とか見たり、なんかプロダクションなんとかとかって売り込んで、人工人工全然今わかんないから、プロテスタントプロダクションとプロテインとその差もつかないぐらいわかってないからプロまでしか一緒じゃないの、はい、あ、そういうもんだったんですか。まあ、というふうに、はい、まあ、綾戸さんの魅力の中にはね、もちろんその音楽そのものなんですが、おしゃべりがおかしいって書いてある。まあ大阪関西人だからって気楽に言いますけど、関西人がみんなおかしいわけじゃどうもないですよね、うん、そうなんだよね。いやなんだよね、な、子供の頃からね、歩いただけで笑われるとか、本当、うん、なんかレストラン行って食べただけで喜ばれるとか、うんうん、なんかそういうのはよくありましたね。1回か2回しかレストラン行ってないのになんか常連になっちゃうとか。へー、うん、じゃあ天性のも何かある種の職業をやってたことが今の喋りに実は生きてるんですとか、例えば製法レディやってましたとか、そういうのはないんですか。ないです。ないの。うちの家族がこんなんです。へー、こう飲んでると母は父と、ね、両方飲むんですよね、これ娘よ、なんか酒の魚をやってくれって言うから、はたき出して踊ったりはしてましたけど、へ、うん、すごくわがままな素敵な両親の下で大きくなったんで、招待もそっちをやらされてました。そうですか、うん、なんかね、ジャズボーカルの世界っていうのはなんか昔から僕は結構聞いてるんですけど、はい、こうハイブラウなね、はい、どっちかっていうとこう上品な、あんまり乗っちゃ恥ずかしいというお客さん、はいはい、で喋りも歌バッと歌うけど、喋りはずっとトーン落として、はい、品のいいことバッとこう、はい、今ニューヨークでは枯葉がカサコソと言ってとか、カサコソいいね、カサコソなんか音を立てて舞うとか石畳をとかね、はい、なんかそういう話をして曲曲つないでいきますよね。綾戸さんの場合はそうじゃなくて、曲はものすごい2枚目でいくんだけど、終わった途端にサンキューの後ありがとう、あのなんかいきなり瞬間的にこうお笑いの世界っていうんですかね、面白い世界に入り込んじゃうっていう、 あれは何なんですかね。あ、天然ですから分かんないんですけど、私、天然の人ですから、あのままなんですよ。何も別にどうしよう、困っちゃったね、本当にこのままです。このままですか。多分だからあなたのお家行って、飲んでて遊んでても、食事してても、こんなままですよね。いや楽しいな。それとね、僕綾田さんのね、曲紹介がものすごく好きなの、はい、だって基本的にジャズのね曲ってのは英語だから本当のこと言うとよく分かんないでしょ、うんうん、僕ら。でもそれをあんまりこうリズムで説明されても、はい、ちょっとなんていうのかな、俺のね、あのお茶漬け食ってきた世界とちょっと違うかなって。いや私ができないんですよ、だ自分に近い世界でないと言えないんですよ、うん、だから僕ね、うん、You'd be so nice to come home を紹介するときにね、はい、風呂屋に行ったね父ちゃんがね4年ほど帰ってこないから、違うんですけどね、ちょっと違う、でも、まあ、そんなような感じ、そういう気持ちになっちゃう、うん、なんかね、風呂屋に行った父ちゃん4年間帰ってこなくて、久々帰ってきたら見て母ちゃんが、おーおーね、よう帰ってきたなとYou'd be so nice to come home っていう、なんかそう言われるとそんな気がするでしょ。そうなんですよ、本当はもっと難しい意味とかいっぱい書いてある本にはね、うんうんうん、ちゃんと、まあ、読もうと思ったら本見ればいっぱいあるんだけど、うん、ただそれよりもまあイエイイエイ、さっきのノリノリ、ね、ノリ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 で行くんなら、うん、こういう理解で行こうよって、音楽だし、なるほど、ね、軽くって言うとおかしいけど、自由に優しく楽しく悲しく、うん、全部感情をくるめて音楽にしたい。はい、スラッシュの若いメンバーとね、はい、一緒にやってると、そうすると本当になんか向こうがハモってくるっていうのかな、うん、サックスがこう来てね、うん、でベースがピピピッといって、ピアノが本当にもうそこなんだよってツボを押さえてくれる、はい、時にやるでしょ。 あれは本当に来てるんでしょ。来てます。来てるね。嬉しくてたまらないです、ね、もう嬉しい。ミュージシャン同士ってのはツボを押し合ってるんでしょ、あれ。なんかこうお互いにですね、もうピッ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 ってね、言葉交わしてる、ね、はい、同じですね。ですね、はい、本当にうまくハマっていくと、だって初めてここでできることがあるんでしょうね。はい、思います。というスラッシュとのステージ、はい、じゃあこの後も、はいはい、この後も続けて綾戸さんのステージをお楽しみください。ありがとうございます。
This is the end of a beautiful friendship. I know your eyes don't miss so. This is the end of a beautiful friendship. I know your eyes don't miss so. We'll always be just like sister and brother. But until tonight, we're gonna look at each other. So we're the baby. This is the end of a beautiful friendship. And you're just beginning to give up. This is the end of a beautiful friendship. I know your eyes don't miss so. This is the end of a beautiful friendship. I know your eyes don't miss so. And we'll be just without a woman and a friend. A woman on your car. We'll always be all friends. Singing in a band, singing in a band tonight. We'll be all real. And we'll just be in a cradle. For the hobby, 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 hobby. Tonight we're gonna change. Oh, you're seeing me in my face. We gotta change in each other. Oh, we be always single band. But until tonight we gotta change. Your smile, your howling, your hugging, your smiling, and you kissing me. We're just beginning. We're just beginning. What beginning? No love, love to beginning of love. Oh, we're not with them. Together we'd never with an reap dead night. I'm gonna reap dead night. I'm gonna be my mama way high. Be my mama way high. To the middle of the day. 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 We are better,
Beautiful Friendship、時間が経つのも早いんですよね。もう何曲やりました？何曲やりました？4曲ぐらいやったんですよね。今まで お送りした曲はですね、どちらかというとポップを始めまして、そしてバラードをやって、そしてスイングをやりました、このスラッシュというバンドについてちょっとご説明したいと思います。若い年齢なんで、こうなんかこう今からの新しいジャズをするんかななんてよく言われることがあるんですが、時代っていうのは外見は変わるんですけど、そんなに変わってないんですよね。音楽っていうのはいろんなエッセンス、電気物のそのレベルとかいろいろ変わると思うんですが、彼らの心の中には同じように、皆さんオーソリティの方が聴いたジャズがちゃんと頭の中に、心の中にあります。何を聴いても、最近よくアメリカなんかで言われるのは、もうサラボもいないし、もうカメマクレもいない、これからはもうポップのジャズを歌う歌手しかいないのよ、なんてよく言葉を聞きますが、日本のジャズ、私はそれに素晴らしさを感じます。これは全然私も台本になかったんですが、今プッと頭にひらめいたんでそんなことを言ってしまいましたが、何も踊るとこもなく、何も怒ることもなく、彼らのまんまの演奏が一番ジャズだと思います。何も時代を語らなくても、ずっと変わらなく、一つここだけはずっと変わっていない、少しスピードとか、ニュアンス、恋も変わってきますよね、だんだんね。昔だったら手紙書くのに何日もかかって、こうやって誰かが持っていたんですが、今はピュッピュッってやると愛してますってすぐに字が向こうへ行っちゃうと、まあ、そういう時代になったんで、そういうこともありますが、全然中身、心の中は大好きだっていう気持ちは全然変わらないように、彼らのジャズ、エレベーでもウッドでもあそこにオブジェのように立っておりますが全然変わらないんですよね。それが素敵だと思います。もう一度このスラッシュに拍手していただきたいと思います。それではこの次の曲ですね。私はこのブルースという曲が大好きなんです。次 G やな、合うてるなG ベビーやったな、よく曲順を間違うんで今確かめましたが、この G ベビー and I good to you という曲なんですが、綾田さんの歌ってソウルフルでブルースっぽいですねとよく言われるんですが、黒人みたいってよく言われるんですが、アメリカには白人のように歌う黒人もいますし、黒人のように歌う日本人もいますし、いろいろいます。それは中にある、外にある色ではなく中にあるパーソナリティ、そんな気持ちがします。ここを見たところドラムは とてもじゃないけど、なんか日本人に見えますよね、アフリカ人のように見えますし、なんかそういうの行くとなんかの私ら二人でおへおへとかやらなあかんような感じがするんですが、でも全然見た目とかそういうものでなく、ただこんな風になってしまうんです。今日の私のこのドロドロのブルース、どういう風に聞こえるでしょうか。贅沢せんといてえなお父ちゃん、そういうブルースです。聞いてください。 G baby and I good to you。Makes me treat you the way that I do. Gee, baby, and I got to you. What makes me treat you the way I do? Gee, baby, and I got to you.I bought you for car for Christmas and also big diamond ring. Take out, you know, the limousine and the old big Lincoln. Everything. What makes me treat you the way that I do? I said, G baby, when I go to you.
パパッ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 Wa 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 アメリカ人はある時代 What's happening? ってご挨拶するらしいんですけど、これのことかな、ね、英語だったで What's happening? 最高今日はいっぱいハプニングがありましたが、いいハプニング、悪いハプニング全部受け入れます、私は、このハプニング、今がないと次がないんですねと思うと、ちょっと昨日嫌なことがあっても今があるのはそのことが原因やからと思うと、あんまり嘆くこともないなと、そんな気持ちになります。自分の過去をいっぱい愛するとあなたと会えたという、こういう結果になります。今日は皆さんとても嬉しいです。ありがとう嬉しいです。とかなんとか言ってるうちにこのスラッシュとの最後の曲になってしまいました。私はこれから皆さんを太陽の国へお連れしたいと思いますお連れするのが大好きです。この太陽の国というのはですね、今まで暗黒の国にいたんですね。君はいない、どうしたらいいの、寂しい、どうしたらいい、ああ君が人生に現れてから全てが良くなった、ちょっとした悪いことでもぷっいい方に考えられるようになった、こんな素敵なことってあるのかな。いや、やっぱり事実に動かされるんじゃなく、人間って気持ち、
心に動かせられているんだな、そんな歌です。サニー Let's dance. All right.Stop it.
feel good. Yeah, yeah, you feel good? Good, good. I feel good and that sunny was so true. いやエキサイティングですね。もう年齢を超えても非常に受けるってのもよく分かりました。非常にエキサイティングなステージでした。さて次回は今度は綾戸智恵さんの弾き語りの世界をお楽しみいただきます。どうぞご期待ください。 Take a holiday from the neighborhood Hope a flight to Miami BeachOh, to Hollywood But I'm taking a greyhound On the Hudson